乳牛。乳牛あるいは乳用牛は、家畜化された牛のうち、特に乳の出る量が多くなるように、品種改良された牛のこと。日本では、ホルスタインがよく知られている。乳牛が乳を出す種類の牛が存在するわけではなく、乳牛が乳を出すのは、他の哺乳類同様出産後である。よって、牛乳生産のために、計画的な人工受精と出産が、 人為的に繰り返される。乳量の増加に特化した品種改変が行われてきた結果、1975年には1等あたり 4464kg であった。年間乳量は2016年には 8526kg までに増加した。このことは生産性の向上とともに、口述する父牛の職業病とも言える様々な病気をもたらした。 牛乳を早く生産ラインに乗せるために、子牛は生まれてすぐに母牛から離される。生まれた子牛がメスならば乳牛として飼育されるが、オスの場合は肉牛として飼育される。稀に子牛肉として飼育されることもある。母牛から離されたメスの子牛の多くは、つなぎ飼いか、単頭飼いのストール、囲いで飼育される。出産後すぐは、 母牛から搾乳した父、初乳が人間の手で与えられるが、その後は母乳から大洋乳、粉ミルクへの切り替えが行われる。1ヶ月から1ヶ月半後から徐々に柔らかい干し草や濃厚飼料、配合飼料へならしていく。生後6ヶ月以内に除角が行われる。日本の落農においては85.5%で除角が実施されている。除は、 痛みとストレスを与えるため、農林水産省の委託を受けて、社団法人畜産技術協会が策定した、アニルウエールフェア、動物福祉に対応した、乳幼牛の使用管理指針では、除却を行う際は、牛への過剰なストレスを防止し、可能な限り苦痛を生じさせない方法をとることとする。とされている。また、世界動物保健機関、OIE の陸生動物衛生規約の、 動物福祉コード、動物福祉と乳幼牛の生産システムの章には、除却を行う時には麻酔と鎮静剤の使用を強く推奨すると記載れている。しかし、日本における乳幼牛の除却では85.1%で麻酔が使用されていない。離乳から初めて甲子を産むまでの期間を育成牛と呼ばれる。生後14ヶ月から16ヶ月で、 初めての人工授精が行われる。妊娠後、約9ヶ月で分娩する。牛舎内で飼育される牛は、運動量が少ないため、自力で出産することが困難であり、人の介助が必要であることが多い。出産後、約300日間搾乳される。出産しなければ、父は出ないので、常に搾乳できる状態にしておくために、 出産後2ヶ月ほどで次の人工受精が実施される。日本の搾乳牛の使用方法は72.9%がつなぎいであり、72.5%が牛を放牧させていない。乳牛は出産後、約1年間乳を出し続けるが、持産後の搾乳に向けた乳腺組織の回復、母体の体力回復を目的として、次の出産前の約2ヶ月間。 作乳を中止する慣入が行われる。父の出入量は3から4回目の出産後がピークであり、その後徐々に出入量は減少し、繁殖力も下がっていき、最終的に屠殺される。入量が下がったり繁殖ができなくなるなどして、屠殺された父牛のこと、乳廃牛という。乳廃牛は食肉に利用されるほか、肥料や革製品などにも利用される。近年、 日本の父牛の平均除籍、乳牛としての供養が終了すること産児数は3.43程度に低下している。除籍後は別の農家に売られて、肉質を上げるために買い直しされることもあるが、多くの場合は、乳廃牛として、淘汰、屠殺される。牛の寿命は、自然界では20年ほどだが、乳牛として、畜産利用される場合は5から6年と短い。 蹄を削ること。日本の父牛の96%で策定が行われている。自然放牧の牛は、祭神をためついたち11時間も歩くことがあり蹄は、しっかりと割れ、すり減っていく。しかし、牛舎内での飼育ではほとんど歩かないため、蹄が伸び放題になる。蹄が伸びすぎると巨体を支えられなくなったり、踏ん張ることができなくなる。 また、糞尿で滑りやすくなったコンクリート床の上で、滅びやすくなる。このため定期的に年に1から2回策定を行う、必要がある。死の痛みで歩くことが困難になること。破壊は、アニマルウェルフェアの指標とされており、その苦痛の高さから、イギリスでは、一般消費者や、アニマルウェルフェアの運動の中で、乳牛のひずめ病による破壊を重大な虐待と捉え、 避難の対象となっている。世界動物保健機関 OIE の陸生動物衛生規約の動物福祉コード動物福祉と乳幼牛の生産システムの章では、発酵のスコアリグが推奨されている。日本策定協会の調査によると、乳牛の35%に何らかのひずめ病の症状が見られるという。ひずめを痛める要因として、コンクリート床での飼育が挙げられる。 牛は本来、コンクリートではなく、牧草地のような柔らかい場所を歩くように、進化してきたので、草地に出る機会を与えないと牛の箱は増加する。また牛舎内での過密飼育も、要因となる。牛の足は硬いひずめという靴を履いた状態になっており、その中には、ひずめ骨が、養生層と神秘層に包まれている。自分の王がする場所のない狭い牛舎の中で、 起立時間が長くなると、そこが炎症を起こし、充血と人痛を伴うようになる。また、乳量増加に特化した品種改変も、発酵の要因と言われている。チブサに細菌が入り、この細菌を排除しようとする防御反応で炎症を起こしてしまった症状を言う。細菌の種類や牛の健康状態によって、軽度なものから重度なものまで症状は様々である。 大腸近性乳房炎に罹患した場合、発熱や脱水、食欲の低下などの全身症状を示し、感染乳房は強い痛みと熱感を伴い主張する。症状が重篤な場合、出入停止や起立不能となり、死亡に至る。乳房炎は乳牛の身近な病気の一つであり、平成28年度の乳幼成牛の病症事故では、 出入期病は実に45%と最も多く、その大部分は乳房炎となっている。また支配事故では、乳房炎は心不全、脱臼及び筋損傷に次いで多く、約10%を占める。飼育環境が不衛生であること、牛の健康状態が悪いことが原因として挙げられており、過速乳になりやすく、環境に、 デリケートな高筆乳の牛のほど乳房炎になる確率が高い。ルーメンアシドーシスは第一位加算症とも言われ、四つある胃の内飼料を微生物で分解する働きのある第一位ルーメンの酸性度が上昇することを言う。牛が本来食べる荒飼料が不足し、濃厚飼料が多給されることが原因となっている。高筆乳の牛ほど分娩後にエベルギー不足に陥りやすく、 急激な濃厚飼料の救仕が行われるため、ルーメンアシドーシスになりやすい。ルーメンアシドーシスは、万病の元とも言われており、第4位変異、繁殖障害、破酵など様々な病気をもたらす。第4位変異は、ガスが溜まった第4位が膨張し、第1位と腹壁の間に第4位が移動してしまう、ことを言う。高筆乳牛群に多い傾向があり。 その発生率は3から15%に及ぶ。第4位変異の要因として、飼育環境の悪さ、分娩ストレスなどが考えられている。また、牛が本来食べる嵐量ではなく、濃厚飼料が多給されることも要因とされており、年々増加する濃厚飼料の給与に比例して、第4位変異多発の傾向にある。正式名称は、牛界面状脳症 BSE。 BSE プリオンと呼ばれる病原体に牛が感染した場合、牛の脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡するとされている。BSE に感染した牛の脳や、脊髄などを原料とした餌が他の牛に与えられたことが原因で、英国などを中心に牛への BSE の感染が広がり、日本でも平成13年9月以降、 平成21年1月までの間に36頭の感染牛が発見された。詳細は BSE を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。